Hello. Hi. So my name is June Lovejoy and I'm from America. Do you like Japanese food? I love Japanese food. So today we will try sushi. Yes, that's one of my favorites. Yeah? Yeah, I love it. How often do you eat like sushi? Maybe once every 2 weeks. Once every 2 weeks? Yeah. That's a lot. Oh, really? Oh, really? Okay. I don't know. I usually go to maybe something cheap like kaiten sushi, like Sushiro or... Just as quick, cheap, fast. Yeah, yeah. I think the restaurant we are going, okay. It's pretty fancy. Yeah, I hope you will love it. Thank you so much, I'm excited. All right, let's check it out. Let's go. Let's go. So you're from America, right? I am from America. So which city are you from? I was born in Florida, but yeah. I moved every year as a child. Oh, yeah. So I don't have a hometown. Okay. Yeah. The last place I lived was California. Okay. So when I talk to people in Japan, I just say, oh, I'm from California. Okay. So can you tell me the reason why you decided to come here? Like what brought you here? Oh, when I was younger, I always wanted to live in Japan. And when I was in college studying, I thought, okay, when I get old and retire, then I will move to Japan. But when I thought about it, I thought, oh, it's crazy. Why would I wait until I'm old? Mm. I should go there now. So I moved here to, and I worked as like a translator and an interpreter. Yeah. Okay. For about 2.5 years. 2.5 years. Yeah. And then I quit, and now I do like acting and other stuff. I'm producing. Okay. So you used to watch like anime or? Of course. Yeah. Go by the side. よろしくお願いします。どちらからですか？アメリカ。アメリカ。僕もナパにいました。あ、どこ行ったんですか？サンフランシスコ。あ、そうなんですか。森本っていうシェフ、アイアンシェフ森本。ええ。ありがとうございます。こちら手前からイクラとユバ、タコの桜に赤富士サーモンの漬け。どれから行こうか迷うね。サーモンが一番。サーモンが好き。そう、よくなっていく。サーモンファースト。サーモンファースト。ちょっと漬けにしてあるので、味付いております。 あ、美味しい。それバンガンジっていうかな、京都の京野菜ですね。タコ、熱いタコ。ちょっと甘みですね。なんかジューシーって感じですね。タコはね、一回冷凍して、一回冷凍してあげて、細胞を壊してしまって、入ったらそれ柔らかくなるんです。私いつもサンマが一番好きって言ってるんですよ。 めちゃくちゃ。なんかジューシーで肉みたいな。確かに肉っぽいね。肉っぽいです。その食感が。次は何いきますか。この緑の？それは唐辛子。あ、ペッパー。うん。あ、いいっすね。すごい。なんか甘いっすね。これも。はい。いい意味で。200度のオーブンで一気に焼いちゃうんですよ。へー。 で、あの木の芽味噌、あの木の芽と西京味噌を混ぜた、はい、お味噌で今ちょっとあの緑がかかったのがですね。湯葉には、湯葉にはお塩がかかってますので、オッケー。湯葉大根美味しいです。美味しかった。これいいですか？美味しい。いや、クリーミーで。これは子持ち昆布。そうですね。 いいおいしいね。音が<笑>いい感じ。なんか酒のつまみには最高ですね。<笑>月曜日の夜からハッピー。<笑>こういう食べて、なんか外国人の友達と食べたいなって。ああ、ぜひまた来てください。<笑>あの外国人の友達誘って。いや、でもうちの友達結構好き嫌い多いから、逆にこのタコを食べさせたい。ああ、はいはいはい。 コロナで何か帰ってきたもんね。あ、そうなんですね。お帰りなさい。サンフランシスコからいいんですか？大丈夫ですか？バンコクから。あ、バンコク。すごい。インターナショナル。グローバル。インターナショナル。どっちが正しかったんだって今ちょっと一瞬思っちゃって。英語で。グローバル言わないぐらい。忘れ英語。忘れ英語か。やだ。出ちゃったじゃん。出ちゃった。おかしいでしょ。英語使う機会ないです。
静岡の金目鯛と瀬戸内の真鯛ですね。北海道の沖貝とホタテ。はい、キャビアみたいなの入ってますね。あ、それ本物のキャビアです。本物のキャビアです。そうですね。偽物だったらちょっと。ありがとうございます。これがタイ。これタイですよね。タイですね。はい、タイの湯引きですね。うん。フレッシュ。ありがとう。美味しい。幸せ幸せ一番好きなわさびは大丈夫だった。わさびは OK けどそのいやちょっと俺はね間違えた今でも全然スパイシーじゃなかった。生わさびなほど辛くないんですよ。ああ、はい、フレッシュのわさびは逆に甘いんですよ。あ、なるほど、知らなかったね。ありがとうございます。これめっちゃうまいね。ごめんなさいありがとうございます。いいお店連れてきてくれたんです。マグロは大トロと赤身。赤身ですね。大きくない？すごい分厚くて、めっちゃ厚い、ベロみたい、うん、ちょっとゆっくり毎日食べたい一番ゆっくり溶けちゃった、なくなっちゃった、うん、このマグロはどこのマグロなんですか？これボストンですね。ボストン、はい、そうボストン有名ですもんね。有名ですね、ボストンかと。どうですかね、初めて生で食べたの来日してから、うん、あ、そうですか。スモークサーモンみたいなのあるけどね。あります。あとなんか寿司あってもカリフォルニアロールみたいな。あ、そうですね。刺身はあってもなんか怖いです。確かに信用できない。これは何貝でしたっけ？ホッキ貝です。手前のがホッキ貝ですね。あ、もうこれ北海道のホッキ貝ですね。あ、初めてかも。これ食べた、うん、初めて。美味しいです。ホタテですね。ホタテですね、はい、北海道キャビアがあるよ。あ、柔らかい。わさびすごく合います。めっちゃうまい。最後赤身。イエス。もうちょ、うんうん、こちら天然ブリの柚子焼きでございます。柚子の皮ってつけてみます。実際に、はい、いいですね。うん、あったかい。うん、この前7年ぶりアメリカに帰っていて、うん、まあ、嫌だったっていう。日本食食べれなかった。あ、まあ、結構寂しかったです。こうやって肉ばっかりで野菜もなくて魚も少ないから寂しかったです。それいつ帰ったの？最近6月行って7月の。あ、じゃあ本当最近じゃん。なんか向こうに帰ってさそう、日本食が恋しいって言ってたけど、うん、他になんかリバースカルチャーショックみたいなのだった。アメリカに帰って、アメリカに帰った時に、あ、その電車がない、なんか本当に車ないと生活できない。あ、チップ、チップも結構チップ、ね、激しかった。今入れてるみたいで、その、うんうん、レシート控え 20% とか。あ、そうなんだ。で、その上にまたチップ欲しがる、いや、意味が分かんない、ね、取りすぎでしょ。取りすぎです。チップどうでした？なんか、いろいろもらえました？多かったですよ。え、サンフランシスコですか？サンフランシスコから車で1時間ぐらいかな。あ、一番高いじゃないですか、サンフラン、アメリカの中で。高いですね。無理。無理ですね。住むのも無理です。で、みんな年収、平均2000万とかそんなもんですよね。そうですね。食べ物も高いですからね。そうですよね。全てが高いですよね。高いですね。確かに。危ない。観光。え、危ない？あ、危ない危ない。サンフランシスコ危ないイメージあんまなかったわ。あ、でも結構なんか銃の事件とか、うん、あ、そうなんだ。長崎のハオリカですね。目の前で握ってくれるのはすごいいいよね。いや、そうですね。中を見て。あんまり見ないの。あと見ていいのかっていう。ああ、いや見ていいでしょ。見るのは失礼かな、ジロジロ見て。そんなことないでしょ。味付いてますね、そのままでお召し上がりください。竹の炭をかけております。回ってないからですね。あれ、レモン？レモン？すだちです。あ、すだち。はい。チャボくんです。ぜひ食べてほしい。ん？え、これ楽しい。楽しい。見ていい。これちょっと切り醤油かけてちょっと炙りますね。あ、
大分県産の関イサキですね。このさっぱりさは半端ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。グー。美味しい。本当に美味しい。そのさっぱりさが好き。あ、綺麗。シマアジですね。シマアジ。ね、そうですね。うん、なんかサーモンと近い、そっか、うん、うん、めっちゃ甘いですね、これ、うん、油結構乗ってますね。はい、このみ島味結構油ありますね。しめさば、しめさば、はい、こうしますね、じゃあ。はい、ありがとうございます。はい、いいっすね。さっきのお店ちょっと Let's try? OK, English Amazingly何よ。はい、本マグロの赤身ですね。色が、やっぱこのお店のマグロ系、うん、はい、トロですね。こちらです。溶けますか、うんうん、また来ます、ほん、また来ます、うん、もう溶けてます、溶けてます。まだ噛んでないのに。あ、車エビです。車エビですね。エビもさ、結構アメリカではよく食べるよね。ロブスター生でも生はない。あ、生はない。で、これ生じゃないよ。あ、ボイルされてる。あ、うん、これボイルしてます。わ、ありがとうございます。頭の方にあのお味噌、ありがとうございます。かわいい、タケノコみたい。確かにタケノコっぽい、ほんとだ。あ、この味噌美味しい。うん、ミーティー、ミーティー、ミーティー。あー、いいね。い、味噌、味噌のほたっていう味噌。うわ、もしかしてチャムーシ。いや、チャムーシ、ありがとうございます。スノークルですね。ズワイガニのチャームシでございます。アメリカに住んでた時に蕎麦屋さんで働いてて、まかないでいつも出してくれたチャームシで、思い出の食べ物。思い出だ。サンディエゴで初めて食べて。美味しい。タケノコ入ってんじゃん。はい、あ、イエーイ。お、でかい。さっき言ってた、なんかいいっすね、温まる。あ、でも出汁はうまいですね。これは何でしょう、次はイクラな気がする。かなー、あ、イクラです。わー、すごい、かわいい、かわいい。味が濃い。うん、美味しい。これはいくら。ウニは好き？大好き。お米と大体同じぐらい。ごめんなさい、大トロより美味しい。マジ。うん、クリーミーで。クリーミーだね。ウニの味すっごい。はい、どうぞ。柔らかいかな、ちょっと。はい、柔らかいです。持つのがね。OK、OK。うん。どけます。これもフレーバーギュンとしてます。うんうんうん。おいしい。海苔うまい。うん。
はい。ありがとうございます。はい。マジでプリンですね。デザートじゃないって言ってるのに、デザートもポーティー。ごちそうさまでした。どうでした？めちゃくちゃ美味しかった。大トロは最高でした。大トロ最高だったね、はい、また来ます。イギリス人の友達に連れてあげたいです。オッケー、ありがとう。ありがとう。バイバイ。